続きまして家付き物語公演奥村太鼓三味線ギターに入れとしてお送りいたします。奥村太鼓と申します。冷えつき物語聞いてくださいませ。庭の三種の鈴の鳴る時は跳ねてよ、
哀れな鶴富姫、私の身が八つ咲きの厳罰を受けることは構わない。そなたをこの椎葉の山奥に泣かせ、今さら鎌倉へ帰る気などないのだ。だが帰らなければ大軍を差し向けて山中の者残らず殺し、私を反逆者としてその罪を子孫にも及ぼすとのこと。屋島の戦いで扇の的を射落とした弓矢の達人、源氏の宝と言われた兄那須の与一宗隆さえ、今はお怒りに触れたとやら。内様、泣くな、泣いてもどうにもならん。鶴富よ、すまない。日向椎葉の山奥に今も根を張る平家の残党を全滅することを自ら願い出て、そなたに出会うとはつゆ知らず、ここへやってきたのだ。研究元年秋9月、鎌倉山を立ち出て、ついに来た。私だけでなく、私の兄、いや、そなたの一族にかかる難儀が痛ましい。大様、諦めておりました。大将の大様、私の恋は、鶴富の恋は、瀬戸にしおれる山吹の花、身を結ぶ時はないものと思っておりました。でも今の私はもう私一人の体では。いたわっておくれ。男子なら我らが本国下野那須によこすよう。妻はめとらず我が長男といたす。女子なら我らが恋の形見にしよう。大様、ああ、星の見さえて山霧の見深い夜よな。高千穂の峰空と
調べやら。平和と恋の物語でございます。